藤山愛一郎、藤山愛一郎、藤山愛一郎、1897年5月22日から1985年2月22日は、日本の政治家、実業家、外務大臣、経済企画庁長,長官、日本商工会議所会等、経済同友会代表幹事、初代日本航空会長、自民党総務会長を歴任した。 藤山コンセルン二代目。以下は、ジュニー。君党は、君一党。東京王子に、王子政治専務取締役、藤山ライタの長男として生まれる。慶応幼稚者時代、当時の官立崇拝の強い風潮の中、父が、福沢諭吉文門下直系であるにもかかわらず第一、高等学校、現東京大学教養学部合格者数第一位を、誇った、不律一中。 現東京都立日比谷高等学校を受験するも、失敗、慶応義塾普通部に進学した。さらに、慶応義塾大学政治家に進むが1918年に、病気療養のため中退し、父が築いた、藤山コンツェルンの後継者として、大日本政党社長となる。その後、日東科学工業、現在の三菱霊園社長や日本金銭等六期、 現在の日本 NCR 社長などを歴任した。1941年にわずか44歳で日本商工会議所会頭に就任した。第二次世界大戦下の1943年には大正製薬創業者の石井絹二郎の葬儀委員長を務めた。1945年3月には熱海の自定を終戦工作に奔走する高木総吉少将に提供。 その拠点となった。戦後の連合国軍の占領下で公職追放となるが1950年に復帰。1951年に日商会頭を再任され、その後日本航空、旧法人の初代会長にも就任。その一方で経済同友会代表幹事などを歴任した。1956年には東南アジア諸国との関係改善を目指す。 アジア全林国民運動の中央本部会長に就任し、全国的な冒険活動を支援した。1957年、戦前から藤山が資金援助していた岸信介は、将来的な中華人民共和国との関係を重視していたことから、アジア外交の中でも、中共の問題をやってもらうと壊れ、民間人ながら岸内閣の外務大臣に就任し、 財界二世である藤山の政界入りは当時、絹ののハンカチと称された。秘書には、慶応の後輩で、自社社員の斉藤文夫、後の参議院議員を採用した。元々岩は、対フィリピン賠償交渉で、全県委員に抜擢するなど藤山を徴用しており、藤山が産業界に明るいという理由から、通産大臣として、手腕を発揮してくれることを望み、藤山は、 騎士の度重なる混成にもかかわらず、産業界には、四季が多すぎ、陳情攻めで大変だからといって、通産大臣への就任を固辞し続けたとされる。就任と同時に持っていた外資系会社の株をすべて売り払ったと伝えられ、日商回答をはじめとする200人にも及ぶ、経済界の養殖も辞任した。その際の退職金が莫大なものとなったことから、 当時施行されていた高額納税者工事制度において1958年度の全国2位にランクされた。翌1958年の第28回衆議院総選挙には自民党公認で横浜市を基盤とする旧神奈川県第1区当時は中選挙区制衆議院選挙区一覧神奈川県から立候補して初当選現職の民間閣僚が新人代議士候補として 総選挙に出馬し当選したのは、1954年に、第一次、鳩山一郎内閣の大倉大臣として民間から、起用された一万田直人が、翌年の第27回衆議院総選挙に、日本民主党公認で、旧大分第一区から立候補して初当選を、果たしたのと、その次の総選挙におけるこの、藤山の場合の2例を数えるのみである。外として、 日米安保改定と日米地位協定締結を成し遂げるも、その傍ら、日米安保は日中の不み石に過ぎないとする新中派議員でもあり、外省在任中も日中貿易促進への支持と協力を再三表していた。1970年12月に日中国交会副議員連盟を結成し、1971年10月には議員連盟団長として、 日本国と中華民国との間の平和条約を無効とする中華人民共和国との共同声明に調印したこと仏義をかしたことがある。政界引退後も石橋丹山の後を継いで国際貿易促進協会が四大会長を務めるなど松村健造、古い記述らと共に日中国交正常化に心決を注いだ。岸退陣後は 総理大臣の座を目指して1960年7月の自民党総裁選にも出馬するも敗北、池田隼人が総裁に当選。この総裁選を機に、星島次郎、江崎雅美、小泉淳也、小泉淳一郎のジップ、福家淳一を擁して岸派から分派、愛政会、藤山派を結成した。その後は自民党総務会長を経て、経済企画庁長官などを歴任。 その後、総裁選に、計算どり候補をするもことごとく敗北し、派閥維持の費用などで、巨額の資材を政治に継ぎ込む格好となった。結果として、藤山コンチェルンは解体されてしまい、資産の多くを失った。その後、藤山派が細っていくのと同時に、権力闘争にも興味を示さなくなったと言われる。1967年に、君一等局実大受賞を受賞。 1976年9月、総選挙に出馬せず、政界を引退。衆議院議員選挙連続8回当選。藤山現代中国文庫と言われた、中国近現代資料のコレクション、4000点以上の書籍、資料群を所有し、母校慶応義塾大学に寄贈する話が、まとまっていた。しかし、寄贈を前にして1982年2月の、 ホテルニュージャパン火災に巻き込まれ、ホテルに構えていた事務所と共にコレクションも消失したホテルニュージャパンは藤山コンチェルンが設立母となって設立されたが、火災当時は横井秀樹の手に渡っていた。晩年は趣味の絵画や書画などをし、悠々自適に過ごした。1985年2月22日死去。没国日等局日投下大受賞。 ジュニ位が追蔵された。かつての藤山の発金の邸宅は、現在、シェラトンとホテル東京となっている。安保闘争渦巻く中で行われた、日米安保条約批准では、衆議院承認から30日が経過し、参議院の承認抜きでの自然承認が成立した1960年6月18日に、青山の親族宅で批准書に外相として署名し、合折りに入れて運び出した。 藤山は回古録で、批准所交換の会場となった外省皇帝の裏に接するお宅二県軒にお願いして、いざという場合には皇帝の塀を乗り越えて、その家を通り抜け、向こう側へ抜け出せるようにした、幸い正門から出ることができたとしているが、警護官に持ち上げられて、外省皇帝の裏の垣根を乗り越えているのを、産経新聞の記者に目撃れている。弟に第二本政党、現 第二本明治政党の会長を務めた、藤山勝彦、元日東化学工業、現在の三菱レイオンの副社長を務めた、藤山陽吉、日本 NCR 副社長、岸和航空サービス株式会社会長を務めた、中元美子がいる。また、父、藤山ライタが一時、いぶ家の養子に入っていたため、愛一郎らのいぼ兄弟姉妹に、いぶき元日三生命社長と、 いぶきうたがいる。妻は、大倉大臣を務めた、結城豊太郎の三女、久子。長男に大日本政党社長、会長を務めた、藤山角一郎がいる。娘婿に、三菱重工業の取締役を務めた、西村健造がいるが、西村は、桜商会、現、桜クレパスの社長を務めた、西村才二郎の三男である。なお西村健造の名は、 元皇族の国長立て、国のみや浅輝王の第二王子に嫁いでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。